ここからは二手に分かれる。みんな頑張るんだよ。三。港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ郷を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後、ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺はお前をずっと医療忍術で助けてくれた、ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい、お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で行くのは大した度胸だ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないものがある。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だがな。やだ、腕が震えやがる。うっそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。もう少しでリンが。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな。お前はこの俺が貴様ごときに本気を出しているとでも。意外と粘り、どうやらお前を過小評価していたようだな。合格はあ。
ほう。おい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。頑張れ、ホビット。私ずっと応援してるからね。俺はまだ死ね。ココシ、どうしてここに。まあ、お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょ。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイゼン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。オビト、リンは無事なのか。それが、リンは現実にかかっちまってんだ。だから、まず俺たちを倒さないといけなくちゃいか。方法は単純だろう。よし、ここは俺だ。やったやった。しかし、コナハは随分と人手不足みてえだな、おい。てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて、正気じゃねえぜ。子供であろうと、実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの差とは雲泥の差ってことだよ。いちいちうかつくねえ、てめえは。よし、迷彩隠れの術。ここは俺が可動攻撃。忍法迷彩隠れの術。足取り。ここは俺が。忍法、おい、迷彩隠れの術。続いて気を抜くな。ちょっと油断しただけだ。とはいえ、こいつら本当にただのガキじゃねえな。外れた。ティア。やった。タ。やった。ティア。蹴りつけてやるぜ。調子に乗るんじゃねえぜ。任せろ。このガキやっぱ手ごわいな。ココシ、大丈夫だ。この程度。オビト、じゃあな。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。オビト、お前、シャリンガンを。ここは仲間は俺が守る。おいおい、マジかよ。やるさ、オビト。ああ、
油断はしない。排斥を選ぶ力を持ってやがるからな。早く相手の動きが見える。シャリンガンの力。ガキが調子に乗るじゃねえ。何なんだこいつ、さっきまでとは全然違うじゃねえか。今お前らがいるのは俺の手の中だぜ。生きて帰れると思うなよ。目障りなんだよガキども。ガトン崩壊しちゃった。はっ、フロイ、オレッドラン、ハッドン、助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン、岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビト！クソ！やめろ、いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？俺が
俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや、忘れてたぜ。俺、お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ、役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン、熱の転生。仲良くなれたのにな。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。やるぞ。あ、俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです。間に合わなくてすまなかったカカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、
語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。